秋葉原のとあるお店で2400円で売ってました。はい、レオンチャンネルです。結局一番くじどこにも売ってなかったし、1月1日から発売してローソン限定ということで1週間ぐらい探しまくりましたけど、なんか最終フォーム系のフィギュアとかがすごく高額取引されてたみたいで、そういうのもあってほとんどのお店で速攻売り切れてたみたいで、僕はもう売ってるとこすら出会えませんでしたね。でも諦めてたんですけど、なんととあるお店で2400円で売ってました。結構安くない？新品未開封ですよ。1バンク自体も1回600円とかでしたっけ。なのでざっくり4回分ぐらいで手に入れることができました。他にも一番くじ系たくさん売ってたんですけど、やっぱミニフィギュアの最終フォーム系のミニフィギュアがすごい高くって、エグゼイドとかゴーストもだいたい1個3000円ぐらいで取引されてましたね。去年ちょうど1年前にこれさっきね箱潰しちゃったんですけど、出してくるときにバランス崩してグーッとか言ってひび割れちゃった。自力で当ててとてつもなく巨大なエグゼイドフィギュアが入ってて、ただクオリティめちゃ高くて、クリアパーツなんかもしっかり使われておりましたし、かなり良かったので今年の A 賞も欲しいなと思ってましたから、無事ゲットできて良かったです。多分箱のサイズ同じということはサイズ変わんないんですよね。では開けましょう。ただパッケージの絵柄を見る感じ、ドリルクラッシャーの付属はなくって、700円のスピードくじはね、未だにコンビニで見ますけど、本当に最後の最後まで見なかったな。はい、サイズはやっぱり去年のエグゼイドと同じですね。そして武器を持っておりませんが、メタリックカラーのラビットタンクボディが超光ってる。去年のエグゼイドのアンダースーツも結構光って、光っておりましたが、でかっ！めちゃかっこいい！普通に2000円ちょいで買えるフィギュアとしては、超いいんじゃないですか？サイズだってアーツと比べると、こんぐらいですよ。これくらい。2倍、2.5 倍くらい。変身音差音格と比べるとこれくらい。最近ね、響き玩具レビューしてますからね。そしてシンプルにライダーフィギュアのみで、他は付属品一切入ってませんね。あと台座、クリアパーツ台座が、ちょっと前のコンバージタイプのものが入っておりますが、これなしでも、自立しないね。ここ噛ませる必要がありますので、はい、これで、一番口仮面ライダービルド with 平成仮面ライダー A 賞仮面ライダービルドビッグサイズソフビーの完成でございます。まあ、完成というかもうすでに出来上がってて台座を取り付ければ終わりですが、めちゃいい。色が全然チャチくないし、メタリックカラー超光ってるの分かりますよね。この辺のシワの入り方とかなかなかの高級感で、去年のエグゼイドと比べると、あ、気持ち今年の方が細い。1割ぐらいボディラインが細身になってるよね。いや、同じなのか？同じなのか？これはライダー造形のせいか？頭部パーツのボリューム感とか、あ、いや、変わって、いや、違う違う。ちょっと小型化してますね。ほんと少しだけ。やっぱそう思うとエグゼイドは大きすぎなぐらい大盤振る舞いサイズでしたが、去年に比べて若干小型にはなりましたけど、それでも十分大きくって、全長で言うと、あれ？ちょっと待って。なんでここ、ビルドドライバーにラビットフルボトルがはまってないの？え？取れるのこれ。取れないよ。なんか、スペースはあるけどはまってないんだけど。あれ？ちょっと僕の周りには、落ちてない。取れた？最初からはまってなかった？ちょっと映像を見直そう。去年のエグゼイドのアンダースーツも結構光っておりましたが、はい、ちょっと今映像を見直したんですが、最初からハマってなかったんだけど、ラビットフルボトル。マジ？めちゃかっこいいのに、ライダー自体は。ライダー自体は文句なしでいいんですけど、開けた瞬間に落ちたとかそういうのじゃなくて、ビニールから出した瞬間からなかった。とりあえず、あとでそれはまた確認するとして、前高としては約30センチ。ここの
副眼のトップ部分まで、ここね、ここまで、足元からの高さが30センチあって超大きい。全体をぐるっと見回すとこうで、プロポーションもすっごい良くて、色分けも省いてるとこ一切ありませんよね。はい、全身はこうで、あ、一部動くんだ。あ、そうなの？あ、可動入ってる。あ、可動入ってる。足首動く。さらに上半身を近づいてみると、こうで、なんかここ汚れてるけど、もうこの辺も最初からだね。ちょっと微妙にもう色焼けしてない？なんか色薄いんだけど。正面から見ると全然薄くないのに、裏側のここ微妙に色薄いんだけど、品質！品質！いやでも、色分けほんと完璧ですよね。この細かいベルト止めとか見て、ホルダーとかも塗装入っててめちゃ綺麗だし、ここのレバー回転とかはしませんが、メカ的な造形とか、ボトルもちゃんとタンクになっててクリアパーツなんですよ。最初からなぜかラビットないけど、ちょっと困るなぁ。はい、こんな感じでボディ周りもシワが入ってて、アンダースーツのシワの入り方も完璧だね。そしてここの赤いラインとかバネとかラビットの足造形とかタンクの立体造形なんかもしっかりあって、ここが可動入ってますね。それ以外は特にここ分割してますけど、腕は動かなくって固定で、顔よ顔、すごくない？内側の造形とかちゃんとタンクのこの辺の洗車柄とかクリアパーツ、先は軟質になってて、折れにくいようにかなりラビット側も太めになってますね。で、ラビットも顔がありつつ、赤いクリアパーツになってて、ここも軟質で、いや、これは飾り映えするな。他のラビットタンクフィギュアと並べてみましょうか。はい、いろいろ並べてみましたけど、やっぱり一番くじのこのフィギュアがでかすぎて、画面ギリギリですね。これが一番くじ、前にレビューしたプライズ、定番ソフビ、BCR シリーズ、ソード。普段の動画的にはこれくらいよって、ソードとかと BCR 比べますから、いつもの画面の寄り具合だと今回の一番口のフィギュアは下半身ベルトまでしか映らないっていう、こうやって近づくといかに大きいかがわかりますよね。ちょっとした仮面ライダー J、 それくらいかなりの存在感がありますから、こういうものって台座にはめた変身ベルトと並べると非常に相性が良くって、こんな感じで関連アイテムと一緒に飾ると非常にディスプレイ映えしますので、一番くじのコーリアナ4のビッグフィギュアって結構いいんですよね。去年のエグゼイドも相当良かったですけど、今年はボディの輝きがすごい分、単体でも非常に映えますよね。そしてエグゼイドより気持ち小さめかなって言いましたけど、並べてもほとんどサイズ差は気にならなくて、こうやって並べることで平成ジェネレーションズファイナルっぽくもなりますね。僕はたまたま2000円ちょっとで買いましたが、このフィギュアが2000円台で手に入るとか、ほんとお買い得すぎ。いろんな角度から見ても、サンプル画像ではこのくらいの角度でしたが、ちょっとボディの色を見せる感じでもかっこいいですよね。足首が曲がる分、しっかりと立ちますので、後ろ姿もいい感じで、これは自分のお気に入りの棚に置いておいて、ずっと見ていられるライダーフィギュアだな。ただなんで、ラビットフルボトルが、欠品してるんだろう。ここだけ超残念。多分最初からないと思いますけど、一応探そう。はい、ということで今年の1月1日からローソン限定であった一番くじの A 賞の仮面ライダービルドビッグサイズソフビを紹介しました。去年のエグゼイド同様に本当にビッグで全高が約30センチもありますし、ただ大きいだけじゃなくて造形も非常に細かくて、クリアパーツなんかもしっかり使われておりましたし、赤と青のメタリックカラーなんかも非常に綺麗でしたね。というかビルドのラビットタンクフォーム自体がここ最近の平成ライダーと比べるとそこまで癖がないというか、そこまでユニークじゃありませんから、シンプルにかっこいいライダーなので、これくらいサイズがドンと大きくてもそこまで主張しないのがいい感じだと思います。あとはラストワン賞のミニフィギュアとかも非常に気になったので、その辺ももうちょっと価格高騰が終わったら手に入れたいなって感じですかね。以上、一番くじ仮面ライダービルド with 平成仮面ライダー
A 賞仮面ライダービルドビッグサイズ装備の紹介でした。